すする TV。 ゼレゼレどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今日はとあるお店来てるんですけど、久しぶりのスペシャルゲスト、こちらの方です。お願いします。よし、うわでかい。ブライアンです。ブライアンさん、お願いします。前あのつけ麺博で、ね、そうそうそう、そうですね、うん、それ以来 YouTube いっぱい見ました。あ、ありがとうございます。僕もちょっとチェックしました、ブログの方も。はい、ブログで週に1回、YouTube はあまり1ヶ月1回2回ぐらい、気が向いたらくらい、うん、なるほどなるほど。そんなブライアンさんも仲がいいというお店、こちらです。ドン。 JR 大塚駅から徒歩7分くらいのところにあります品そば田中さんにお邪魔してます。ブライアンさん結構田中さんと仲がいいらしい。そうそうそう、ナイスガイ、サーバーナイスガイ、めちゃくちゃサーバー店長サーバー、じゃあそのサーバー店長に早速会いに行っちゃいましょう。レッツゴー。そう、品そば田中さん、ブライアンさんも推した初級生です。味にぼそば醤油の徳之瀬田中をチョイス。今回は珍しく厨房を撮影させていただきましたが、やはり職人の手さばきは美しいですね。あとブライアンさんの熱心な取材もエクセレント。早く進みたい。こちらが品そば田中さんの徳之瀬田中です。フォーイ。全体的にバランスのいい綺麗な見た目、そしてスープの表面を見るに少し粘度がありそうですね。それでは一緒にいただきます。ではまずやっぱり粘度があったスープから飲んでみましょう。スピーク。こりゃ少しの粘度どころかあんかけのようなとろみ。優しい煮干しの風味と甘みが味覚を優しく包み込んでくれます。ではお次にチャーシュー。箸で持つと崩れそうというか崩れました。それでもなんとかレンゲを駆使して食らう。スチューデント。当たり前ですが非常に柔らかく、そしてチャーシュー自体にもしっかり味がついてる。あとこんなに柔らかいのにどうやって盛り付けたんでしょうか。さあそろそろ麺いきましょう。スープをまとったストレート麺をすする。ジョイポリース。少し硬さを残したアルデンテな茹で加減で噛み応えよし。そして絡んできたスープの優しい煮ぼ感と甘みとも相性バッチリで、粘度はあれどすするやすい印象です。さあ時々ブライアンさんとおしゃべりしつつも、どんどん一緒にすすりを楽しんで、ここで新技コラボ岩乗りタイム。挟んですすってみると、一層磯海の感じが強くなってかなりの好相性です。さて後半は三つ葉と一緒にすすったり、また海苔と一緒にすすったりして、いろんなハーモニーを楽しみながらクライマックスにブライアンさんが見切れる味玉を食らう。そしてラストはスープを飲んで、ベースである味煮干しの深みを感じながら、日本の魚介はうまいと再確認して、本日も完食です。大変美味しくすれました。全体的に優しいながらも印象値は高い一杯でした。それでは一緒に、ガソリン！はい、ごちそうさまでした。いやー、品そば田中さんに行ってきたんですけれども、煮干しがこうガツンとくる感じじゃなくて、こう優しくスッと染み当たるよ。そしてスープもなんか持ち上げるとねっとりしてるの、なんか見ても楽しめるし五感で楽しめるタイプのラーメンでしたね。いや、ブライアンさんも僕と一緒の徳之瀬田中。そう、特製特製のやつ、特製のやつ特製のやつ。ブライアンさん何回目ですか？4回とも同じメニューですか？金曜日のメニュー。あ、じゃあ金曜日の限定のメニュー。あ、じゃあ豚骨魚介もっと、そうそう、もっともっと濃厚する。そうですね、曜日ごとの限定もやつなんで、そっちの方も攻めていきたいですね、うん、はい。ブライアンさんがなんかプレゼントというか、だん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 おーおーおー、ラーメンも頑張って。サイン入りのすげえ、めちゃくちゃ嬉しい。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。東京の店舗おすすめ。あ、ありがとうございます、いただきます。 Thank you。 ありがとうございます、 Thank you。 それではするの公式キャッシュレーズ、品そば田中さん、田中の最高峰や。はい、それでは恒例の健やかタイム見ちゃいましょう。乾杯。アンブラマネジメントアンブラマネジメントリフレッシングリフレッシュできますね、これ。ありがとう。 OK。 ごちそうさまでした。Thank you.